社長。おお、来たか。山口武雄の作品ですね。ああ、これも社長室の前にあっていつも見てんだよ。いいだろう。これすごいですね。うん、これは刑事っていうね、はい、傾くっていうあの名前の絵なんだけど、はい、これは、ね、山口武雄の、まあ、代表作の一個だよ。基本はね、宇宙の重力について山口武雄が描いた重力と生命との相関関係を描こうとしてる。その重力のきしみって俺は言ってるんだけども、重力の地上におけるきしみを絵にしてるというやつ。もう山口武雄ってのはもう天才の一人だから、豊島康政の武蔵野美術大学の先生教授でもあるわけです。で俺はもうこの山口武雄も後世に伝えるためにたくさん集めてる。じゃあこれからも紹介していただきたいと思います。そうそうそう、ありがとうございます。おう。